もなんか軽い。そっか。よっ、オッケー。オッケー。いただきます。やらせはせん。チェインマイン、ドン。どうも皆さん、おはこんばんにちは、アイスゲです。ということで今回もガンダムバトルオペレーションズ実況プレイしていきたいと思いまーしょっす。大谷翔平、はい、ということで、大谷翔平さんは関係ありませんが、はい、今日もねガンダムバトルオペレーション2やっていくのですが、はい、前回ねアレックスあげましたがね、でガチャは外したんですよ、前回引いた時はね。ですはい、なんと生放送でね、よし今日30連引いて当ててやるみたいな感じで単発引いたら、まさかのケンプは来ました。ということでくっそ嬉しいですね。はい、まさか来るとは思わなかった、うん、いいものが来なんか言うでしょ、あの女の子がいいのが来そうな予感みたいな。そうそう、それが1回目来て、ほーケンプファグルを持ってドーン来たらね、ゲルググのビームライフルでね、落ち込んだ時に2、3回後か2個先か分かんないけど、もう一回それ来て、おおおケンプファーみたいな感じでしたね。はい、もう泣きそう、うん、ということで、ケンプファの性能を見ていきたいと思います。こちら、はい、ということでこちらケンプファレベル1、コスト450でございます。ということで、期待 HP 13000、違う、12000かな、12000でございます。確か今1200上げてますので、そうだね、12000だね、うん、で非常に HP 少ない、なおかつ、対実対比66と非常に柔らかい、もう豆腐ですね。はい、対価構成はなぜか高い、うん、だからバズ角とかやられると格闘はカットしちゃうって感じかな。はい、それからこの機体の特徴であります射撃補正と格闘補正が高い、うん、これ非常にグッドだと思います。うん、でスピードとスラスターですね。はい、まあ、この機体スピード130なんですけど、うん、まあアレックスとかよりはびっくりするぐらい速いですね。早く思うだけかな、うん、ちょっと分かんないですね、そこ。まあ、スラスターも75と非常にありますので、まあ、スキル後で説明しますが、何やら噴射装置的なやつあるんですが、それで飛び回れるんですよね、ピュン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 と。はい、まあ、それをうまく使って敵のなんかロケットとかかわして戦うっていう機体ですね。はい、まあ、ということで、武器の方を見ていきましょう。はい、まあ、メイン武器なんですけど、ショットガンでございます。レベル1175、イフリートと一緒のショットガンですね、スイフト、うん、変わりません。それからケンプファー用ビームサーベルということで威力2000、うん、普通に強いです。はい、まあジムとかのビームサーベルとか1800とかかな、うん、ガンダムのビームサーベルも確かレベル4か3で2080とかだったと思うんで、それに比べると全然高いんですよね、うん、なんか優遇されてますね、ケンプファーとアレックスは、うん、ビームサーベルが強い、そこ結構重要です、うん、多分 HP と装甲が薄い分だとは思いますが、はい、次、はい、ハイブジャイアントバズ ×2 ということで、はい、まあ、この子ねバズが2つ持っております。はい、で ×2 なんで肉18、1800の、ね、ダメージを与えることができます。しかも段数が多い、やばい、もうね分かる、強いやつやんってね。はい、なおかつこちらスツルムファースト ×2 でございます。これ分かります皆さん、 ×2 だよ、1500の ×2 なので3000のダメージを与えることができます、多分、うん、強力な使い捨ての武器を2本同時発射、連続使用はできないが攻撃力で爆風効果にも期待できる、うん、ってことで段数が2だから確実に2つ出てるんで、段数1のダメージが1500なんでもう3000ですね、うん、だから非常に強いです。しかもですね、びっくりすることにこれバズあるでしょ、バズ打った後にスツルムファースト装備するじゃないですか、あの打つまでの間隔がすごい短いんですよ、だからバズ出ができるんですよ普通に、やばいですよね、
バズ出できるし、バズショットガンできるし、バズ角できるし、しかもその食らわせた後もショットガンつなげることもできるし、格闘をつなげることもできる、ダウンした相手にね。だからね、隙がないですよこの機体、うん、基本ねどれかの武器は使えますんで非常に強い。しかもひるみ、どれもひるみ、恐ろしいですよ。まあ、飛ぶバルカンはね、飾りです。はい。もうねこの武装が強すぎてね、この機体しかも火力もあるし、もうマイナスな面は耐久しかないんですよ、うん、それ以外はもう優秀すぎてしょうがない、うん、強すぎるって感じですね、イメージですね。はい、もう強いんです。はい、ってことでカスタムパーツはクイックローダー積んでますね。この子たち のリロードを早くするようにって感じですね。はい、これがまあいいと思いますね。 HP 上げるのもいいんですけど、まあ、リロード早くするってことは敵さんにいっぱい攻撃できるってことなのでダメージも稼ぐことができますと。ってことでスキル見ていきましょう。こちらドン、クイックブースト、緊急回避制御、コスのバランサー、マニューバーアーマー、格闘連撃、コスのアンバック、強制噴射装置レベル2ということで、こちらですね、このスラスター消費量が軽減され、高速移動でキャンセルし、再び回避行動を可能とするということで、まあスラスター消費量も軽減されてますので、まあもともとあるスラスター75に対して軽減なので、なかなか のブースト移動が行えます。うん、そこがすごい強みですねこのゲームは。だからそれを生かしてこの武装をねしっかり当てていく、うん、近距離中距離だと本当に強いと思います。遠距離はちょっと苦手ですけどね。はい、ただ支援機のね、に狙われて足をぶっ壊されないように気をつけてください。ということで今回はこのキープを使って遊んでいきたいと思います。いきましょう。はい、今日も来ましたこの戦場ということで、新機体キャンプファーを使って遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。いきましょう。この機体はですね強い、もう強い、うん、マレックスはね結構簡単なんですけどね、この機体は単純に強いです。うん、すいませんね語彙力がなくて。でもね強いんですよ、火力がありますので、非常に OK。 やべ、もうなんか軽い。切るの結構軽いね。来てるね。オッケー。結構ダメージ与えたよ。いやーもうこの木来てる。ショットが強い。わっ、あぶねえ。開いた。ここは飛んで、そこ。あったあったあった。うわあ。ワンちゃん大丈夫？オッケー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 。バズからのねスチルムが非常に強いですので、うわ素晴らしい。あ、やっちゃったね。素晴らしい素晴らしい。攻撃きますだって。やばいね。こいつは。ちょっとここで一旦回復しましょう。ケンプファー足やられるとね厳しいので、もうちょっと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  OK。 さあ正面に1いますので OK、 大丈夫だね。離れて正面に1溜めてドン、攻撃きます。これやばいかも。 OK、 おーふー、やられ、大丈夫大丈夫大丈夫、食らってない食らってない。
やらせはせんチェインマインドンからのこっちかミスって味方抜いちゃったわ。おっとよいしょー、へい、あ、やばい後ろがすごい数死んだな。さあ B から出撃でございます。ここはねグイッといって敵さんを排除しに行かないとちょっときついですね。敵さんどんどん湧いてきますね。ここ前にいるあいつ、あっさ、しょっかよっ、 OK 強いね、よっミスった、わわわわわわ、オッケー。で右にいるからカット。うわ、ショットがドン。オッケー。ショットガンは打てないか。ちょ後ろにいるんだけど。ナイスピクシー。敵さんが一人行きましたね。味方のカットが当たる。ここにいるんすよね。シュツルム準備ドン。あー、くそー。さあ出撃でございます。待たせたな。そこ狙いすぎた。あ、ちょん、うっそ、オッケー、オッケー、危ないよ。さあシャッガンでナイス。あ、ちょっとミスった、狙いすぎたね完全に。オッケー、いただきます。さて正面に1、見えない見えない見えない、いた、 OK、 さあやっちゃってください皆さん。 OK、 あと1分か。ゆきさんが上に、ゆきさんまた落ちたねまた1人落ちましたね。食らわせていく。さあ挟みましょうか。噴出が あるからねこの機体は。で近寄ってきてもショットガンがあると。いや強いね本当に。なんかいる。あ、すまねえ、申し訳ないお疲れ様でした。さあということで新機体ケンプファーでございましたが、いやーやばいねこの機体を使った感想。激強、はい、もうそれです、はい、まあ HP が少ない神装甲とかありますけど、そんなもん蹴散らすぐらいの火力とスピードがありますので非常に強いです。うん、使っててね爽快っていうのが一番いいっすね。うん、あと武装のなんていうかな、武器を変えた時から撃つまでの時間が非常に短くていいです。ストレスがない、そういう機体ですね。うん、ただ紙装甲なぐらいかな、マイナス面は。うん、それだけだと思います。はい、まあダメージの方は7万、うーん、思ったよりは稼げなかったですが、まあ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 基本も8万とかいく機体ですので非常に火力のある強い機体でございます。はい、皆さんちょっとね紙装甲で前には出づらいかもしれませんが、はい、ダイマンとかだと非常に強いですからね、
はい、使ってみてどうでしょうかということで、お疲れ様でした。